かを取ります。こんな熱いんだ。ちょっと質問絞った方がいいですよ。あーっつってこの上に乗っちゃって。あ、こんな熱いんだ。もう冷めちゃった。すみません。結構熱いっすよ。あ、すげちゃう。弁償だ、弁償。あんまり出かけなくて、顔が変えたから。スパイスで平気だね。
3周年になった7月
Thank you.
今そうなんですよ。だからクラシエとかのそういう、うちあれか、ふた久しぶりに逃げなかった。全然行ったことないっすよ。サバでした、サバでした。20年ぶりに顔を剃った感想をお願いします。寝ます、寝ますってことです。できるみたいですね。よし、寝ます。暖房代とかないよね。暖房代はないです。いや、大丈夫だよ。でも、さっきもみ上げ斜めで。もみ上げ斜めで。かっこいい男は斜めですよね、やっぱり。基本ですよ、基本ですよ。これちゃんと、しっかりやると、クレンジングで毛穴のところも取れるんですよ。マッサージ効果もある。毛穴の汚れもここから取れる。
腫れてるのってここを張っててここって反れないんですよ。だからこういうふうにやっていかないと、腫れててもここまでだからこっちが腫れてないんで、生えてるのをこうやって毛の方向を変えてあげちゃう、その時に。だからこう剃っちゃうと逆取りになっちゃう、切っちゃうから、こう生えてるんだけどこう少し方向を変えてあげて、これはもう完全にこうこうやって皮膚を持ち上げてあげて、痛いでしょ。思ったより痛くないですか。思ったよりもっと痛いと思ったんでしょ。カンセラポロスはそんなに痛く感じないですか。痛くも感じてない。血吹いてるんですか。血吹いてる感じです。必ずもう引っ張っても絶対痛くないんですよ。こうやればいい。痛いけど、こうしっかり持ち上げてあげれば、中に入ってるのを出してあげる。だからこういうチーボク拭きたくないから、あるいは2枚刃とか3枚刃を使って。ソリコちゃんの使ったのも見たいです。うん、片っぽソリコちゃん。切ってはいないんだけど、やっぱりちょっとこう、手が拭いちゃう。これって普通の歯でやっちゃうと絶対怖いから、したらってると気持ちいいんですよ。気持ちがいい。やばい、やばい、やばい。テープを外すし、
からいっちゃうのね。じゃあ五枚刃とかももう一発目からいっちゃうの。だから僕ここを先に剃るんですよ。ああなるほど。まあそこじゃ痛いですけどね。セミちゃんガードないですね。もしくは順ぞりを回普通にやっといて、やっといて、それからそれ一応ちゃうし、それちょっと面倒くさい実際。それか剃らないんだったら、まんべんなく剃らない。ああなるほど。一回サッツで剃って終わり。だからここはつるっとしててこっちジョリってしてると、剃り残しあるよねってなっちゃうから、あるんだったらまんべんなくジョリジョリしてる方がまだ。一回サッと剃っときますねみたいな感じで。そう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 。でうちはもう深剃りはしませんって。それかこれ深剃りですか。これを、深く剃ってます。ですよね。剃らないんですよ。そう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 。だからソリコちゃんの方がある意味安心って言えば安心。こういう風にこうやって巻くめくるから、これはもう完全に昔のソリ方。こういう風に巻くってこう皮膚を持ち上げて剃るのは昔はもうこれでももっとまだ取れる取れるって言われてた。やってたやってた。いたのがもう3日間ぐらい入らないようにしろって言われるんですよ。逆さ入るけどけどその人本当に痛くないんですよ。で本当に拭いちゃいけないんですよ。拭いちゃいけないんだけど拭いちゃう下手くそだから。どうだか逆取りまではやらないんですか。いや、やりますよ。やるけどここまではいかないんですか。まあやるときはI'm sorry.
何つければいいんですか、終わった後。ローション、あ、ローション染みるからクリーム系のやつでいいですよ。なんかアルコールの入ってない化粧水気づいて、アルコールの入ってない化粧水なら OK。 肌水とか、うん、まあいいんじゃないですか。何でも大丈夫ですよ、ね、気にしなきゃね。ただ整えるだけだからね。